では、オーリーのすり足の使い方を教えてくれってことなのでやります。まあ、オーリー叩いて前足で吸って板をフラットにする。で、こうノーズから前から着地しちゃうことが多いっていうのと、あとうまく空中で平行にならないっていうのを聞いて、で多分ね、俺の予想は弾いて吸ってんのがこっち方向に吸ってんじゃないかなって。ビューって足を、そうすると上がんない、こうここまでしか来なくて、結局足の着地に備えた時に足伸びちゃうから。でも今いい失敗だよね。ってなんのかなと。で実際はオーリーしたら上に引き上げるような斜め前っていうのかな、ういーっていう感じでやると、まあオーリーも高くなるし、まあ上でこうピークを作りやすいっていうのがコツかな、多分ね。実際そんな吸ってないよね、実はね。なんかよくするってさ言うけどさ、多分こう当ててるよね。少しは吸ってんだろうけど、こうなんつうの、ヤスリがけじゃないけど、靴をヤスリがけするんじゃないくて、スケボースレスレをこうスーってやってキックに当たって板がこう来るじゃん。だよね、ここにね、とりあえずこうグググググってよりはスーってこう吸って、ここで当たってグイって感じだよね。ね。でここでピークができてって感じかな。なんであんまグッて押し付けるんじゃなく、このキックをに引っ掛けて持ち上げるみたいな感じでやるといいのかな。するっていう多分みんなの意識が、みんなっていうか失敗する人の意識がさ、多分もうほんとグーってやるからってなるから、グーってグーってなっちゃうから、よりはこう板が
クイッて上がってきたのをシューッと。これ結構コツだよね、うん、めっちゃコツじゃない今思ったら。スルとさ、スルとってか多分スルの意識したらさ、高さここで終わるじゃん。あー引っかかりすぎちゃう。そう、簡単に言えばね、こうここでこう終わるからオーリー低いじゃん。けどさ、この高さで擦り上げられたら勝手にここまでは来るじゃん。膝曲がったところまで、ね、そう、それだけでも高さ変わるから絶対。まあ最初はね、多分癖を戻すのは難しいと思うんだけど、そこができたら、うん、そうだ、最初は綺麗に抱え込めるように飛べれば。そうだね、最初からなんか刺したりとかは別に後でいいからね、うん、逆に足すっぽ抜けたりして捻挫しちゃうし、うん、そう、なんでそうだね、ズリズリズリって意識よりはスーペロンってやって最後のここでなんか捕まっちゃったみたいってなるとクイッ。だって高いものとか飛ぶ時ってここでずっと上げてる意識だ。そうだね、そう、物を超える時とかは、まあ、高さがこんぐらいだとしたらここでノーズをこうやって持ち上げて前のウィルが超えてクイッと止まる感じだもんね。テール足はね、もう結構最初やったかな、テール足のは結構もうとりあえずさ、あのテールね、覚えてちゃんと反発して今度前足つけたらちゃんとこういうオーリーになると思うね。出す、じゃあやるか、オーリー。